ちは、具志堅用子です。ヘビポスター演じるイーさんに扮して、はい、ポスターを作られて撮影に応援されたんですよね。やりました。どうぞ。今日はこの方々にも見ていただきたいと思います。ありがとうございました。じゃあ娘さんからお名前の方でお知らせください。娘の前です。私の孫のカンナです。カンナちゃん、ちょっとびっくりしたかな。びっくりした。お名前にお知らせください。カナちゃん、いくつ？何歳？誰だ？じじだ、わかるって。嬉しいですね。やっぱ一番のじいじって呼んでくれるってことは、まあ、どこの家族のおじいちゃんおばあちゃんは一緒だと思う。孫に言われるから。あきし。どうですか、改めてこういう場で3人で出てきて、お孫さんまで連れてきて。ちょっとやっぱり照れちゃうし、はい、ちょっと恥ずかしいし、普通の女の子でいてほしいね、みんなに好かれる女の子になってほしいですね。あの芸能界に入ってほしいとかそういうのは思ってはいないんですけど。思ってないんですね。はい、本当にあのとにかくもう好きなあの道を行けばいいかなという感じしますけど、娘だってそうなんですよ。もう好きなことを指したんですよ、はい、芸能人とね、いっぱいお会いしてますけども、はい、神田ちゃん、芸能人に見たら誰に似てますか？いや、誰に似てるかな。あのローラーに似てるよね。ローラーですか？ローラーちゃんに似てないかな。なるほど。あ、ローラちゃんに、はい、そうですか。ローラちゃんに似てるよ。じゃあローラみたいになってほしいですかね、将来。はあ、そうなれば最高だけど。ちょっとね。難しいね。もうカウンターパンチもらってもやっぱりなんか痛くないね。はい、皆さんにありがとう。はい、ありがとうございます。どうも、じゃあ。